自衛隊の近所ってガチの迷彩服着た人がママチャリに乗ってたりするから慣れないとビビる。基地駐屯地内の一般人が入れない場所の自販機に自衛官募集貼ってるの見て一人で笑ってる。基地周りでスポーツ狩り、学狩りは 70% の確率で、自衛官、坊主は 80% の確率で、新隊員、残りの 19.5% は野球部、0.5% は住職。基地周りでナンパをすると、女性自衛官か自衛官の娘、恐ろしくて逃げる。基地周りにあるたこ焼き屋はとんでもない売り上げを上げている。当直や残留のお土産で自衛官が買いまくるから。空自、千歳感謝は古すぎて床が抜けてるとこがある。